皆さん、こんにちは。モデル、おバカタレントとして活躍している鈴木奈々さん。2009年から交際していた男性と2014年に結婚。テレビでも夫への大好きぶりを披露し、夫婦のプライベートのことも多く語っていました。とてもうまくいっていると思っていた2人でしたが、2023年4月18日放送の踊るさんま御殿に出演した鈴木奈々さんは、2021年7月に離婚していたことを公表しました。果たして2人に何があったのか、離婚原因や現在を調査したのでご紹介します。2人が出会ったのは中学生の時、元夫とは同じクラスの同級生だったそうです。その後高校は別々となり、再会したのは成人式でした。成人式の数日後にメールで食事に誘われたそうで、初めて2人きりでのデートだったのですが、その時点では同級生の男友達としか思っていませんでしたと言います。しかし中学生当時の印象とは変わっていた元夫を、その日以来意識するようになり、毎日メールをしていたのだそうです。鈴木さんは当時のことを、会う頻度が多くなって毎日会ってた気がするなから、お互い仕事で疲れてるけど会ってたなから、朝早くても寝る時間を削って会ってました、土手に車を止めてお話ししたりしてたなから、土手に寝そべって星見たり、付き合ってはないけど手をつないだりはしてたな、懐かしいなとしみじみと語っています。交際に至ったのは初めての食事から1ヶ月後のバレンタインデー。鈴木さんは、告白は車の中だったな、2009年の冬2月15日に付き合いましたとのことです。初々しいエピソードですよね。そして2014年に結婚し、交際、結婚、離婚まで12年間を共にした2人ですが、この離婚には様々な憶測が飛び交っています。まず鈴木奈々さんは元夫について、茨城県の中学時代の同級生で工場勤務といろいろなバラエティ番組で連呼していました。言うなれば本当の一般人です。妻が人気芸能人であることが自慢の実業家タイプでもなく、妻の名前を使って芸能活動をするタイプでもない。こうなると売れっ子芸能人で留守になりがちな鈴木と一般妊婦の精神的な溝は広がるばかりかもしれません。工場勤務の夫とテレビタレントの妻では収入の違いも出てくるでしょう。鈴木さんは数多くの番組に出演しているタレントのためか、年収は約3000万と言われており、貯金額は2人の地元の茨城に家を建てれるほどだそう。噂の中に象10頭分とも言われており、その金額は計り知れません。それに比べて元夫は工場勤務だったことから、年収は約400万という情報がありました。年収で格差が生まれ、価値観のズレなどが原因なのではと思ってしまいますね。鈴木さんは2016年結婚指輪をなくしたことを明かしており、これについて元夫は、なくされることは想定済みだったのだそう。結婚指輪は見つかることなく、鈴木さんはもう一度結婚指輪をくださいとお願いしたのだそう。先述した年収の格差も考えると、旦那さんはショックだったはずです。また離婚原因には鈴木さんの精神的疲労が考えられます。テレビに出演すれば素敵な笑顔が絶えない鈴木さんですが、2021年7月から3ヶ月間休養しています。仕事が激減していたことで精神的に弱ってしまったのだそうです。これには鈴木さん自身も驚いていたそうで、自分のメンタルは最強だと思っていたので、まさか私がで、心が疲れてる、メンタルが弱ってるという事実を受け入れること自体にも時間がかかって、でもあの辛かった時期を経験したことでかえって人としても成長できたと今では思っていますと振り返ります。鈴木さんは女性として見られないことが元夫から明かされています。理由としては、トイレを流し忘れる、豪快なおならを最低10回はする、おねしょをしたりするという理由が挙げられており、さすがにテレビで放送されるために大げさに言っている部分があるかもしれませんが、夫としては女性として見れなくなってきていたのだと思います。
お互いを異性として見ることができなくなると、夫婦として生活していくのは難しくなっていくので、離婚となってしまったのかもしれませんね。鈴木さんといえばテレビでも夫婦関係を赤裸々に語っており、外側から見れば思いとも取れる愛情表現も原因の一つかもしれません。結婚当初から夫から妻としては0点と言われていたと話していましたが、それでも夫が大好きというオーラが全開だった鈴木奈々さん。元夫への過剰な愛情表現は周囲もびっくりさせるものだったようで、元夫が友人と旅行に出かけた際、鈴木奈々さんはこっそり追跡して見つけたと驚かせたそうで、他にも元夫は連絡が取れなくなると携帯の画面が不在着信で埋め尽くされると暴露されており、これが続くようでは一緒にいれないとも語っていたそうです。結婚前、交際中の元夫からのプロポーズを期待してる、待ってる、祈ってるとテレビで猛烈なアプローチ、また鈴木奈々さんからの逆プロポーズが30回ほどあったそうです。鈴木奈々さんは20歳の頃から元夫と交際しており、この元夫一人としか付き合ったことがなかったんだそうです。鈴木さん素直で天真爛漫なキャラクター、様々な番組で聞かれたことにノーとは言わず全てをさらけ出してくれていました。視聴者からすると笑って済むことかもしれませんが、一般人の元夫の立場からすると、自分たちの私生活を暴露され、なおかつテレビを通して日本中に伝わる長期にわたるアプローチを受けるということも、断るのも少し気を使ってしまうかもしれませんし、多少きつく思ってしまうものもあったのではないでしょうか。離婚をする際に大きな問題となるのが親権の問題です。鈴木さんは2014年に結婚して約7年間結婚生活をしてきていますが、子供はできていませんでした。鈴木さんは女の子が3人欲しいと妊活に前向きでしたが、鈴木奈々さんが多忙であったことから子供は作れずにいました。そのため鈴木奈々さんの離婚に親権の問題はありませんでした。子供が作れなかったことも離婚となった原因の一つかもしれませんね。離婚の原因は他人には分かりませんが、私生活やメンタルと夫婦関係というのは少なからず関係があるように思います。いかがだったでしょうか。仕事がないと心身ともに追い詰められますし、弱り目にたたり目とばかりに人間関係が悪くなることも珍しくありません。幸い体調は復活したようですから、離婚をネタにどんどん前に出てほしいものです。離婚公表後、鈴木奈々さんは離婚して2年経ってるので、週刊誌にもバレてなかったので2年間お相手のこともあるのでと、一般人である元夫の生活を考慮した公表の経緯を明かしており、さらに現在の関係については、中学の同級生と結婚したので今でも中学の同級生のお友達に戻ったっていう感じですねと説明しており、友達に戻れるものかとの質問に、戻れちゃったんですよ、それが不思議なんですけどと自身でも驚いた様子で話していました。今のバラエティ番組では夫婦仲良し家庭円満よりも離婚を経験したくらいの方がプラスになるのではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。